リンリン、ハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、今日はね、2つ、話題がございます。はい、1つ目はね、こういう1日1回上げてるこの動画の方で、まあできる限り1日1回上げていこうと思うんですが、その話も、まあ後でします。はい、の動画の中で来てたコメントに答えられたらいいなと思っております。なので、今日はね、来てたコメントが1個あるので、お答えいたします。ハンドリング日記4日目ですの動画ですね。今日が6日目なんですけど、2日前の動画ですね。にコメントが来てたんですけれども、名前はあえて言わないでおこう。質問の内容が、質問というかコメント内容が、こちら本当に4日目ですか？過去動画を見た上で言っているんですが、すごいなって感心しました。うちに半年ほどになる子がいるんですが、私がとても怖がりで全然ハンドリングできず、うちの旦那は動物が苦手でなかなか懐いてくれず、未だに尻尾で攻撃されてしまってあまり出さない状態になっています。ちょっとずつ私も見習いながら仲良くなりたいなと思っていました。これからもちょこちょこ見させてもらいます。チャンネル登録失礼いたします。また長文ごめんなさいということで、コメントありがとうございます。で、私に関してだけで言うと、私が全然気にせずね、もうじゃんじゃん触ってるっていうのがあると思います。こうやってね、なんで慣れていってくれてる部分もあるような気がします。まあただたまにやっぱり暴れますよ。まだまだ尻尾でアタックされるし、噛みつこうとしてくるし、まだ噛みつかれたことはないんですけど、噛みつこうとって止まってますかね。はい。あとは、この方がね、どのタイミングでお迎えしたかにもよって、大きさも違うでしょうし、最初がどんな感じだったかっていうのもわかんないんですけれども、半年だと結構大きくなってるよね。なので、こうやって手のひらでハンドリングじゃなくて、大きくてもう抱かないとっていうハンドリングになってくるとね、もう口も大きくなってるから、噛めらったらね、噛まれたらね、痛いだろうし、テールアタックも多分このサイズに比べたら全然痛いだろうからね。なかなかハンドリングできずっていうのは全然仕方ないことだと思います。怖いのをいきなり克服しろなんていうのはね、なかなか無理なので、正直私はもう全然怖くないだけです。バカなんで割と全然こうやって余裕で触っていったり、まああまりにも大きくなってきたらちょっと怖くなるのかな、噛まれたら嫌だなとかって、まあ噛まれたら嫌だなとは思うので、一応こんな形で日々触るようにしております。で、旦那さんが動物苦手って書いてるってことは、多分奥さんがこれね、爬虫類好きでお迎えした状態だとは思うんですよね。まあ一応体調管理をして、ハンドリングをしないでも、二人がね、そのサバンナモニターちゃんと、その飼い主様が、幸せでストレスのない空間を作れたらいいと思います。ただもし、怖いけど仲良くやっぱりなりたいんだっていう気持ちが強いのであれば、なんだろう、革手袋とか買って、爬虫類用のね、で長袖、パーカーとかでもいいと思うんですよね。素肌を出さないようにして、まず触れ合ってみるっていうのをちょっとずつ繰り返す。まあ、ただテールアタックするって言ってるから、顔とかにパチンと当たったら怖いだろうし、すぐにっていうのは無理だと思うんですけど、まあ、革手袋と長袖とか着て、まず自分が怪我をしないっていうのも大事だし、あとは、触る子の方も問題ないようにっていうので、ちょっとずつ近寄ってってあげたらいいんじゃないですかね。仲良くなりたいっていう状況であればですけど。ただサイズがサイズで怖いなっていうのであれば、すぐにではなくても例えばケージの中にちょっと手だけ入れてあげて、革手袋したまんまでいいと思いますよ。革手袋したまんまでケージの中に手を入れて、まず頭を撫でてあげるだとか、お腹に手を入れてあげてお腹をさすってあげるとか、そう、爬虫類っていうか動物全般そうなんですけど、上から来るもの怖いんで、基本的に下から触ってあげたりとか、下から行きながらちょっとずつ上の背中を撫でてあげたりとか、あとは頭を撫でてあげたりっていう形を取るといいんじゃないですかね。例えばなんですけど、こういうふうに、あ、はい、逃げましたね。こういう感じで嫌がるんですよ。いい例だね、あなた。いい例を取らせてくれた。なんで、こういう時に、下から行って、まあ、これでも嫌がるんだよね。そうそうそう。来るものって嫌なんだよね。だから、まあ、こういうふうな形でちょっとずつ、触ってあげて。
ていうところでいいと思います。ちょっと今興奮しちゃって大暴れ状態だけどそうまだやっぱりね、上から来るものって怖いんだよね。ましてや自分よりでっかいからね、ちょっと怖いよね。はいはいはい、ごめん。そうこういう形で下から行ってあげるとそんなに嫌がらないかな。でちょっとずつ、まあまだ背中はやか、うん、そんな感じでちょっとずつ仲良くなっていってあげるといいと思いますよ。うん、焦らずゆっくりで、で噛まれたら大変なんで、まずは皮手袋とかしてみてください。大きさ大きいと思うんで、はい、っていうところでございます。コメントありがとうございます。仲良くなれることをね、私もお祈りさせていただきます。応援してますので、よろしくお願いしましたね。応援してますので、いろいろ頑張ってみてください。また何かあったらコメントしてみてください。私も動物にすごい詳しいっていうわけではないですし、オートカゲを飼うのは初心者なので、ご案内できる内容と全然的を得てない回答もする可能性もあるんですけれども、何かの参考になればと思います。まあ、サバンナモニターね、なかなか飼育っていうのがね、うまく確立してない部分もあるみたいなんで、日々ちょっと研究ですね。はい。応援しております。ぜひともね、頑張ってみてください。でもう一個のご報告が、毎日こんな形でね、1日1本動画上げるんですけど、今までサバンナモニターのハンドリングっていうタイトルにしてたんですけど、今日のやつからに、リント日記にさせていただいて、動物と触れ合いながら、何月何日ってしてるんですけども、できる限り1日1本こんな感じで動画を上げていこうかなって思ってます。で、その日あったこと、その周辺の期間でね、何かあったことっていうのをご報告、お話できればいいなと思っております。なんでね、この子の動画だけじゃなくて、シェフィーちゃんだけじゃなくて、たまにフクロモモマちゃんたちね、ハロくんとかギョロメちゃんとかハルとかウララとかが出てきたり、あとはレオパのロペ様がね出てきたりとか、あとはたまにサンショウが出てきたりみたいな感じ。あとはもう動物全然出てこないで、今日こんなの買っちゃった、へへーとか、これ美味しかったよ、みたいなのを、なんか一日の一個の日記として、アップしていこうかなと思います。で、以前ね、いただいたご意見で、リントさんの生態を知りたいっていうことだったんで、なんか私のご報告もね、できたらいいなと思います。なんでそんな感じで動画アップしていきますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。今後はリント日記っていう形で、その中でハンドリングのご報告だったりだとか、こうやってね、一緒に触れ合ったりだとか、いろいろやっていこうかなと思っているので、ぜひともこれからもよろしくお願いします。まあ、やることはあんま変わらないです。基本的に私のチャンネルは私の趣味を、ベースに皆さんに見てもらってみたいな感じのチャンネルなので、一緒にね、なんか楽しんでいただければと思います。あとはぜひともコメントだったりだとか、チャンネル登録、あとはグッドボタンね、で、ツイッターのフォローとかね、していただけるとありがたいです。あとは、本当に何でもいいです。なんか、いや、サバナモニターね、可愛いねとかさ、シェフィーちゃん可愛いねとかさ、もうそういう、本当にそういう動画に対する感想でもいいですし、いや、こういうこともあったよとかさ、なんかいろいろコメント欄でお話できたらいいな、なんて勝手に思っております。はい。ということでね、今日のご報告は、今後来ていたコメントにね、答えていきたいよっていうのと、プラス、毎日リント日記っていう形でいろんな動画、その日あったこととかをね、10分ぐらいにまとめて上げていきます。で、皆さんがね、いいねとかチャンネル登録とか拡散とかいろいろしてくれると、コメントとかね、いっぱいくれると、私もやる気が出るので、やる気が出れば、今までこう字幕つけてなかったのも、よっちょっと字幕つけてみようかなみたいな、やる気につながるような気がするんですよ。あとはね、動画ちょっと凝ってみようかなとかって思うと思うので、ぜひともね、私にやる気をくださいこれからね、いろんな人にこういうね、この子たちのいろんな動画が届けばいいなと思っております。はい、ということでね、本日はその2点のお話になりました。もうすっごいいっぱいシェフィーが暴れてるんだけど、歩きたくて仕方ないんだね。よいしょ。ただ威嚇はなさそうだね。よかったよかった。あー、ごめん。よいしょ、シェフィーおいでー。はい、シェフィー来た。よいしょ。たまーにボトンって下に落ちて飛ぼうってするんだよね。飛ばないで、危ないから。怪我したら大変よ、あなた。はい、ということで今日は、その2点のご報告と
シェフィのハンドリングでございました。ということで、ね、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、ビントでした。バイバーイ。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。